原っぱがありますよ。あ、でも一応道があるね。道なんですね。こんな感じ。すげえな、あれも滝がすごいですね。洋風岩っぽいですね。神津島の洋風岩です。神津島の洋風岩ですか。なんか有名な鳥なんでしたっけ、ここの青い鳥。なんて名前でしたっけ。青い鳥。ブルーバード。どこ行くんですか、そんな大きなザックで。今日は天井山に行きます。よいしょ。おお、確かに謎。綺麗だね、上が。黒島登山口まではこういったつづら折りの舗装路をぐねぐねまだまだ登っていく感じですね。あと30分ぐらいなのかな。そういえば昨日の明け方ですね、大島に着いた時なんですけど、もうほんと信じられないぐらいで風が吹いていて、で寒さもあってね、もう風の中でちょっと写真撮ってたら、ほんと低体温症になるんじゃないかぐらい太陽がガーッて下がってきて、でこの後ベッドに戻ってからも、この寒さが全然消えなくて、風ってすごいんだなと、風によるその体温の持っていかれ方ってすごいんだなと思いましたね。最近、遭難の事例の本ばっかり読んでるので、ますますそう思ってしまうんですが、やっぱりなんだろう、雪とか雨もあるんですけど、そこに風が加わるとやっぱりリスクが相当高まるということが体で分かりました。おーあーう、市川さんの帽子が飛んでった。見えてる。あそこですね。無事回収。じゃあ終わります。お、初披露。日頃鍛えた。トイレ休憩です。杖あったね。邪魔じゃん。ほうき、こっちはほうきはできませんからね。急に山登りになったね。ねえ、なんかトロピカルな登山道。南国って感じ。うん。あ、でもすごい。上の方だ。
廃末ならぬって感じだね。でも歩きやすい、ここは。歩きやすいです。うん、今までの感じとは全然違う。そしてこの高さの草でも風をしのげてるのがいいですね。花崗岩の山なんで下が白い砂、結構こう引っかかりのある砂なんで歩きやすいですね。非常に下山も降りやすいと思われます。いや、だんだんサイゲームがなくなってきちゃったね。調子もいいですね。山登りはしっかりできそうです。傾斜がかなり増してきました。気づいたら目の前は岩壁でした。いいね。はい、標識9号目。あと数十メートルで頂上。あの切れてるとこが頂上かな。だったとこなんだろうね、池のあたりは。見たことない景色ですね。海とね、池と。Thank you.
砂漠ですか。食べたんですか。私も食べました。赤飯おにぎりと焼きおにぎりです。何ですかこれは。これはシーチキン。シーチキンツナ。シーチキン和風ツナ。和風ツナですね。穏やかですね、ここら辺は。ここはね、いいわこれ。バックが。そうですよね。すごい景色。ここから最高地点までは300メートルほど、まあ、15分も登れば着くって感じですね。登山道はこういう風に黄色いペンキがかなりまめについているので、迷ったりする心配はまずないですね。こうしてみるとやっぱここが表砂漠だね。あそこか。すげえとこ歩いてる。楽しい記念撮影タイムは。あ、すごい。いや、めっちゃいいですね。ああ、いいね。代償払っただけのことありますよ。ちかさんのカメラがあるから。ちょっと傷いっちゃいましたけど。死にました。去年はね、俺アルゴリズム体操の後で落としましたけど、必ず一人何かをやらかす。まあ、いい思い出が取れたんで、良かったです。ね、ちょっと周回は難しいかな。午後になって光の当たり方がめちゃめちゃいいですね。壁紙みたいですね。
インドの壁紙ってあんまり褒め言葉じゃない。じゃあ遊び倒して、はい、いっぱい取ったんで下山の方に向かいましょうか。はい、はい、降りましょう。降りましょう。ここいいね。めちゃくちゃいい道ですね。うん、なるんだよね、この人。あの山いいよ。だいぶ細い。上ピーピー行ってるね。ウルバードがウルバードいる。たくさん。わかんないですけど、ここからは普通の道ですかね。なんかこっちにまた山道っぽいのがあ、本当あります。ここは休憩ポイントなんだね。疲れした。一旦農作物なのかなんかの実がなってる、生えてるって感じじゃないですね。作ってるって感じかな。違うか、もう使ってないんだな。ここは懐かしいラインナップですね。のほほんって何ですか。ファンタが古いし、初代のボスって感じだね。ボスはね、ジョージア、ジョージア、このデザインでした。サントリーなのにコカ・コーラも入ってる、うん、なっちゃんは意外と新しいですよ。じゃあ、変わらんすね。ピコー、紅茶のピコーがあります。超懐かしい。知ってますか、ピコーの CM。ピコーは知らないです。知らないですか。ヨーロッパ系のお姉ちゃんがピコーっていうねCM なんですけど、知らないですか。こっからはもう街っていう感じですね。キャンドゥの近くにあるホテルですね。到着しました。
こんにちは、今日予約してます、はい、市川。市川様、はい、お疲れ様です、はい。ご予約いただいた時は何で、お電話で、インターネットで。ネットで、はい、ギャランさんか楽天さんとかですかね。で、神津島のホームページみたいなのからお願いしたんですけど。はい、神津島のホームページ。は